ヨヨということになりますね。ダンさんのヨヨということになりますね。わかりやすいと僕は思っております。ことで中村君に聞いてみます。では始めていきましょう。はい、使いやすいという感じでやりました。ありがとうございます。ブランコレディーゴー。2、3。基本のトリック、エレベーター 1.5 往復、レディーゴー。 OK、 両に集中力を高めて決めていただきました。さあ、ブレインツイスター1回転立てタッチ、レディーゴー。オッケー。さあ、それに来まして、ムーンサルトバックフリップ。ムーンサルトして、肝の上に1秒以上乗せてからバックフリップを行ってください。レディー、ゴー。はい、オッケー。ジャッジが白旗を上げたので、オッケー。さあ、それに来まして、ミドルオーバーラッシング。レディーゴー。 OK。 さあ、来ました。さあ、シュートダブルブレインティスターマウント、ここが一つ基本になります。では行きましょう。レディーゴー。おー、あー、しまった。やった。目に当たって回転が止まってしまったので、なめながらこれ S1 はアウトになります。では、この後 S2 に移行していきます。はい、では行きましょう。フォワードパス、レディーゴー。 OK。 アラウンドワールド2周以上、レディーゴー。 OK。 上がりました。さあ、ブースターループ10回以上、レディーゴー。2、3、4、5、6、7、8、9、10。オーケー、白旗が上がりました。さあ、続きまして、外側のループのループ、アストロループ、レディー、ゴー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。オーケー、決めてきました。さあ、オーバーフェンス10往復以上、レディー、ゴー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK、 白旗が上がりました。さあ、続きまして、ホップダフェンス10回以上、レディーゴー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。決まりました。さあ、どんどんいきましょう。ジェミニループ左右交互で10回ずつ以上、レディーゴー。非常にやりにくいので、オーバードメスは普通の方がやりやすいんですけどね。さあ、ご判定を何になく、無駄なくクリアできました。さあ、ワープドライブ、タイムワーク、一つの鬼門になります。ループのループを1回で行ってください。レディーゴー。まず1つ目のビジュアルトリック、バンクデポジットに挑戦していただきましょう。頑張れ、はじめちゃん頑張れ、頑張れ。さあ、決めれないことはない、気合を込んでおれ、いけるはずです、僕は自信がない。さあ、行きましょう。バンクデポジット、レディーゴー。あー、惜しい、あと少しの差でした。あとほんの数センチでした。残念ながらここでね、リタイアということになります。だいぶ来ました。ありがとうございます。なかなか